こんにちは。こちらは、たなごたくぼた放送局です。ドロドロに汚れたエンジン、さっき納屋から出してきました。みたいな、このエンジン。私、たなごたくぼたは、こんな泥まみれのエンジンが大好きです。汚れを落として、きれいにしたい人もいることでしょう。昔々のエンジンですから、泥や油汚れ、そのものが、文化財級です。マグネットも外している形跡がなく、昔のまま、発電機も生きていたということになります。これからも、私たちの手で、このような発動機を発掘していきましょう。日本のどこかに、まだまだ、発動機は眠っています。ご視聴ありがとうございました。